こんにちは、ナビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。即断即決で、サインをさせる方法ってありますか？ストレートに来たね、はい、すげー簡単なテクニックがある、教えてください。簡単で強力なテクニックが、はい、そのテクニックって何かっていうと、はい、契約書の項目をもうすでに埋めておくってこと。契約書のお客さんが住所と名前と電話番号、はい、まあ、あと印鑑なんだけど、はい、そこ以外を全部埋めておいて、はい、でボールペンと一緒にどうぞって差し出すの、はい、どうぞっつって契約日も、契約日は書いてないよ、はい、うん、で、どうしよっかなって悩んでいたお客さんっていうのは、はい、その無言でね、あの契約書もう全部書いてある、金額も全部書いてあるんだよ、はい、契約書も書いてあって、でボールペンを一緒に渡されると、はい、書くのよ、はい、これね、騙されたと思ってやってみて、これ、はい、これ僕が何で知ったかって言ったら、本を見て、はい、あの営業マンのバイブルって言われる本があるのよ、はい、フランク・ベドガーの、はい、私はどうして、販売外交員に成功したかっていう、はい、本に出てくるんだよ、はい、今見たら、159ページの、7つの原則の6番目みたいな、はい、感じなんだよ、その人も書いてあったんだけど、はい、いつでも申込書にサインするときは、はい、署名する箇所に大きく×ってなんか鉛筆で書いてるんだって、はい、でこうしておいて渡してペン渡しといたら、はい、その×っていうところにここに×って書いてあるでしょ、はい、ってここにお名前をお書きくださいっつって言うんだって、はい、そしたら、お客さんは名前書くんだって、はい、であそうなんだと思って、であじゃあ俺も真似しようと思ったの、はい、でも、太陽光の即決してる時は、はい、その場でいろんなその 3.2 キロだとか 4.8 キロとか、はい、細かいところまで変わってくるから、はい、その場でっていうのはなかなか難しかったりもしたのよ、はい、うん、で、僕がやったのね2段階あって、はい、1段階目前期の時にどうしてたかって言ったら、はい、先にダーって契約書書くのよ、はい、見積もり書があったらバーって書いて、はい、であとこちらになりますって、はい、無理やりね、でお客さん待ってる間があるんだけど、はい、もうバーって書いてこちらになりますって言って渡したりとか、はい、後期の時は、はい、1週間待ってもらってるって言って、はい、もうこっちでちゃんとした見積もり作ってから行くから、はい、で例えば2通り作るのよ、はい、大体僕は2通り作って、すごい高くていいやつと安くてコスパのいいやつみたいな、はい、なんか2つ作っておくのよ、はい、で契約書も2つ作っておくのよ、はい、でどちらがいいですかって渡して、はい、どうせやんでそこで悩むわけよ、はい、1枚だけだったら、まあ、よく言われる1個だけだったら、うん、やるかやらんかっていうのに悩んじゃうんだけど、はい、2つあったらどっちにしようかなって悩むから、はい、すげえ高くていっぱい目いっぱい乗せてる、はい、例えば8キロのパターンと、はい、程よく乗ってる5キロのパターンってある、はい、どうしますっつって、どっちにしようかなって、僕は8キロのおすすめですよ、どうせかけるんなら、はい、後で、追加することはできないですと、はい、今この場で20年30年を生きていくわけになるわけですから、はい、20年後多分今よりももっと便利なものが生まれて、はい、きっと電気代もすごく高くなってる、はい、だからなるべくたくさんつけておいた方がいいですよとか言ってたりしてたのよ、はい、まあ高すぎる場合は要は決めたいやつを言うわけよ、はい、これが決めたいってやったら上のやつつけておくのよ、はい、下は作んない、はい、上を作っといて、はい、でこっちはでもちょっと高すぎます、はい、こっちの方がコストパフォーマンスがすごくいいのでこっちおすすめですってこっち勧めたりする場合もあるんだけど、はい、まあ、人によってはコスパがいいやつ選ぶやつもあれば、はい、選ぶ人もいれば、はい、とにかく最高級のものをとにかく買っとくんだっていう人もいてるから、はい、だからどっちのやつがいいんですかとか言って言われたら人によるから、
それはもう人を見定めてどっちの方がおすすめですよっていうふうに言わすのよ、はい、でその間にどっちがいいですかって、はい、こっちかなやっぱこっちですよねって言って契約書とボールペンを振って渡すそしたら何がいいかって僕は実際それずっとやってきてて、はい、何が良かったかっていうと値引き交渉されないのよ、はい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 、前回にも言ったと思うけど値引き交渉してくるお客さんがいてるわけ、はい、だけどもう契約書に全部書いてるから、はい、金額とか、はい、でこれではいどうぞって渡すとまあ、これ契約書全部書いてたらお前値引きでけへんやんとか言ってお客さん言うから、はい、そうなんですよできないですとか言ってだってこれ最終価格だもんとか言いながらね、はい、うん、だってねって交渉して金額が安くなっていくんだったら、はい、まあ、最初からその価格出しとけよっていう話でしょって、はいはい、だって何も言わずにストレートにね、あ、分かった、じゃあ辻さん信用してるからそれでお願いしますっていう人がバカを見て、はい、なんかいやらしく値引きこうねネチ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 やる人だけ安くなってなんか得をするっていうのは、はい、俺はどうかと思う、はい、って前々から思ったし、はい、それはお客さんにも言ってたから、だから僕一発勝負ですって言って、はい、一発勝負でやるんで基本的に値引きはありませんって言って、はい、うん、でそれでもしあ無理だなとか思うんだったらどうぞ断ってください、はい、よそ言ってもらって結構ですって言って、はい、でダーンと出すわけ。よそ言っても多分あの時辻さんのでやればよかったって多分後悔しますから大丈夫ですよ、はい、とか言いながらほらっつって自信満々で言うんだけど、はい、俺らっつって、そしたらね多分成約率が僕が後半 90% になった理由っていうのは、はい、一つにそれもある、うん、フランク・ベドガーって結構古い人なのよ、はいはいはい、だいぶ昔の人なんだけど、はい、そのいや何十年も昔のテクニックっていうのが実は今でも使えるから、はい、そういうなんていうの原理原則みたいなのを上手に使っていく、はい、そのうちの一つは契約書をその場で書くのじゃなくて、はい、前もってもう作っておいてでどちらがいいですかって渡す、そしたら値引き交渉もされないから、いやそういう営業スタイルにするためにはどうしたらいいのかなっていうのも考えていって営業を変えていった方がいいと思う。今営業がもしうまくいってないのであれば、はいはいはい、僕は変えていった、うん、即断即決でその場で見積もりガーって作って、はいはいはい、これですっつってで、はいどうぞっつって勢いに任せて印鑑ドーンと押さしてもクーリングオフが来るから、はい、これは変えなきゃなーっつってで変えてで1週間検討してもらって、はい、でこっちでもう全部作った、はい、手書きじゃないよ、はい、もちろんパソコンで作ったやつで、はいはいはい、綺麗な印字したやつ作って、でもこれです、はいはい、まあ、見積もり書だけじゃないけどね、僕が作ってたの、はい、他にもいっぱいあって試算表なんかも出してきてこうですこうなります、はい、で契約書もまあほんで見積もり書2つ持ってきてるなら契約書も2つ用意してるし、はい、こっちがいいなってなったらじゃあこっちですね、はい、契約書ピッと渡してはいどうぞで持っていく。それがね、はい、すげえ簡単で即決契約書にサインしてくれる方法、今すぐにでもそう、もうすでに全部用意しておいて、お客さんには、名前と住所と電話番号を書いて終わるっていう、その他の全てが全部埋まってる状態で、はい、ボールペンと一緒にどうぞっつって渡すと、まあ、あとは無言みたいな、はい、もうお客さん、どうしようかなっつってって書くから、僕が昔昔っていうか前言ってたこいつは無理だろうって言ってて、はい、掃除機ガン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 当てられてたっていう、はいはいはい、あの人もそれ使ったもんもう絶対無理だわ思ったもん、もう無理だわと思ったけど、はい、でもあえて渡してみたのよ、ガーって契約書もその場で書いて喋りながらね、あーっつってわーって書いて、でこれが契約書になりますどうぞっつって渡してて、はい、もうお客さん後ろで掃除機ガンガンかけてて帰れ帰れ言われてるのよ、はいはい、サインしだしたからねサインしたよ本当だよっつってここの印鑑実印になりますって、はい、あ、はいっつって実印押してるからねあ、すげえっつってマジだって、うん、極めた思ったもんねその時、うん、でも使えなくなったから、だからその場で即断即決スタイルっていうのは全部やっちゃうっていうのはちょっと今のご時世難しいけど、でも即決スタイルは僕は今もやってるから、はい、見積もり書を見せたらその場で決めるっていうスタイルだからね、はいはい、うん、見積もりを見せるまでは1回とか2回とか、はい、まあ
足いっぱい通うわけじゃないけどね、はい、あちなみにねあれ3回以上訪問する家は成約率が低くなるからね、はい、2回までよ、はい、これあのフランク・ベドガーも確か言ってたと思う、はい、何回も何回も訪問しなきゃいけない家っていうのは著しく成約率が低くなる、はい、確かね2回か3回ちょっと忘れちゃったけど、はい、2回まで、はい、まあ、2回多くても3回3回でも多すぎやと思う、はい、2回で決める、うん、訪問は2回までっていうふうに決めた方がいい、はい、何度も何度も足毛通ってるっていうのはあの意味がないから、たまにそういう人いてるけどね、はい、何お前1回来ただけで決めろっていうのとか、はい、いうやついるけど、そんなやつ絶対決まんない、はい、何に対してそんなこと言ってんのみたいな話だから、はい、ね、じゃあ何5回足通ったらあなた契約してくれるんですかっていう話や、はい、絶対しねえよそんなやつ思い出したら腹立ってきたわそう、そんなやつがいるから、そんなやつはもう無視していい、決まんないもん、はい、どうせ100回通ってもやんないよ、帰れ言うてくるだけやから、そんなやつは決まる人は1回2回で決まるから、はい、そういう人をちゃんとやっていくっていうのが大事かな、うん、ありがとうございました。